Duelisione. Ore no turn. Draw. Blood Balls を攻撃表示で召喚。リバースカードを2枚セットし、ターンエンド。僕のターン。手札断殺を発動。当時、デッキからカード5枚選択して除外する。欲望の代償。俺は手札に眠る2体のモンスターを召喚する。ゼットメタルキャタピラー召喚。ホワイトドラゴンヘッドで召喚。デッキからカード5枚選択して除外する。ゴライオーハモン。バトルだ。ラットレベル4。このカードに発動。互いのプレイヤーはデッキから四つ星モンスターを X ヘッドキャノンを攻撃表示で召喚。おいで、ファントム・オブ・カオス。カード1枚捨て、ターンエンド。俺のターン、ドロー。魂吸収を発動。このカードの効果は1枚につき500ポイントライフを回復させる。 X ヘッドキャノン、 Y ドラゴンヘッド、 Z メタルケタピラーの3体を合体させ、XYZ ドラゴンキャノンを特殊召喚。1枚につき500ポイントライフを回復させる。特殊効果発動。手札を1枚捨てることで相手フィールド上のカード1枚を破壊。殲滅せよ、 XYZ ハイパーキャノン。レモンローズを発動。戦闘で受けるダメージはゼロになる。僕のターン。装備カードとなり、装備モンスターの攻撃力を。サモンの効果発動。1枚カードを、ターンエンド。エンドフェーズ時に花を咲かせる。俺のターン。マジックカード命削りの豊作。手札を5枚になるようにドロー。一挙に手札を増やす代わりに5ターンを全ての手札を捨てることになる。サイクロン発動。トラップカードを1枚破壊する。そして墓地のブルーアイズと漆黒のドラゴンを除外することにより、俺はカオスエンペラードラゴンを砲撃表示で召喚する。ヒルデを攻撃。このカードはこれからの未来を記す書物なんだ。ダメージを糧にして育つ魔界の植物。リバースカードを1枚捨て、ターン終了。僕のターン、ドロー。マジックカードということ、これでまた新たな魔法力が高く。イデヨ、ゲンマ王ダビエル。イデヨ、深淵王ウリア。効果発動。バトルだ。ダビエルの攻撃。俺のターン。魔法再生を発動。手札のマジックカード2枚を墓地に送り、自分の墓地からマジックカード1枚を手札に加える。これは手札より命削りの宝札を発動。5枚になるようにドローし、5ターン後全ての手札を墓地に置く。天使の施しを発動。デッキから3枚カードを引き、
選択し、ゲームから除外する。1枚につき500ポイントライフを回復させる。次元融合を発動。互いに除外されたモンスターをそれぞれの場へ可能な限り特殊召喚する。ダニエルの効果発動。これは手札よりマジックカード発動。いでよ我が最強のしもべ、ルーンアイズアルティメットドラゴン。エメラルドドラゴンでブルーキューベを攻撃。カオスエンペラードラゴンで攻撃。いくぞアルティメットドラゴンの攻撃。俺はリバースカードを2枚セットし、ターンエンド。僕のターン。マジックカードということ、これでまた新たな魔法力が立った。おいで暗黒の召喚神。暗黒の召喚神の効果発動。効果発動。自分フィールド上の悪魔族モンスター一体が、トントンゲンマアーミータイム。お互いのモンスターのダメージを相手に与える。何だと。行けアーミタイル全土滅殺遠征派。リバースカードオープン。悪空間物質転送装置。カード1枚伏せる。ターンエンド。ダメージはゼロになる。リバースカードをセットし、ターンエンドだ。僕のターン。行けアーミタイル全土滅殺遠征派。ユベルを召喚。さあ、攻撃しておいでよ。戦闘によって発生した僕へのダメージをゼロにして、その数値分のダメージを絵に与える。墓地のサクリファイスロータスはエンドフェーズ時に花を咲かせる。自分フィールド上のモンスター一体を生贄にしなければ破壊されてしまう。サクリファイスロータス。俺のターン。強力な壺。その効果で俺はさらにデッキからカードを2枚引くことができる。リバースカードを2枚セットし、ターンエンド。僕のターン。さあ攻撃しておいて。攻撃の無力化。攻撃を無効にし、バトルフェーズを終了させる。カード1枚伏せ、ターンエンド。俺は引く。必ずあのカード。俺のターン。ドロー。何この輝きは。まさかオベリスクの巨人兵召喚。オベリスクの巨人兵召喚。ライフを半分支払い、異次元からの機関を場より発動。異次元からの機関、それはゲームから除外されたモンスターを
召喚されたモンスターは効果を発動できず破壊される。俺はリバースカードを1枚セット、ターンを終了する。僕のターン。さあ攻撃しておいでよ。トラップカード発動、破壊輪。このカードによってシャインアビスは破壊される。楽しかったよ。バトルだ。ナイトメアペイン。